おい、誰か気づけよ。一人ずつ気づいてくれたら一番いいんやけど。うわ、大量に気づいたー。助けてー。あの辺の森、なんかすげえ鬱蒼としとるけど、なんか敵とか大量に出そうやね。嫌やなあ、なんか道がちゃんとある。あのマップに表示されとる。あっこにもなんか赤く燃える炎みたいなの見えるな。あれ道かな、わからねえ。とりあえず、あ、結構移動速度速いな。マップ見よったら。ここフィールド上見よったら全然なんとも思わんのやけど。何あの辺、なんか道途切れてない、あれ。どういう状態、なんかいまいちよくわからんけど。うう。え、死んだんですけど。え、死んだんですけど。あれ、私今何手離した、リトライ、リトライ。え、別に自然に落ちるわけじゃないよね。どういうことよ。あれ何、え、あれなんかおることない、見えねえから。え、あれなんかおるよね、ちょっと待って。ん、何かの残骸か。敵じゃないんか。あれ、あれは何、あっこもなんか光る。あれ、祠、あ、祠や、祠。んで、なんかその手前によくわからん、よくわからん建造物というか何かがあるんやけど。とりあえずあっちの祠目指していこうかな、先に。ね、何かしら新たな能力が開花するかもしれない。し、敵の姿は一応見当たらない。よし、旅立とう。え、これ途中で、あ、頑張りゲージが切れたってことか、さっきの。パラセールにも頑張りゲージあるんや。今初めて知った。やべえ。なるほどね。私手離したっけなーってすげえ思ったんやけど、そういうことか。そりゃあダメだわ。頑張りゲージちゃんと見とかんと。あ、結構近くまでたどり着けたよ。うわ、おるやん、敵。え、敵普通におるやん。上からじゃ見えんってことか。くそ。なるべくそういう敵は避けて行きたい。とか言ったらいかんけどさ。ね。敵からも武器とか奪えるし。そういう感じで強化していかんといかんけれども。いけるかなー。多分この岩を越えた先、お、あったあった。ん？気づかれてないね。むしろなぜ気づかねえんだ。こうやってさ、雨が降りよったらあれじゃない？さっきの、松明を持っとったような敵はさ、あ、結構な高さあるぞ。このさっきの松明を持っとったような敵はさ、あれは動物か。だね。なんか、本領が発揮できないんじゃないの？何？逃げてっちゃうの？逃げてっちゃうの？ちょっと待って、食べ物とか取っとこうか。来たよ、来たよ、やめろよ。あ、待って、危ねえ。ごめんね。ごめんね、馬ぶっ刺したけど、ちょっと。じゃ、とりあえず、あれさっき私さ、リンゴいっぱい取らんかったっけ？え、もしやなくなったの？かもしれねえ。ん？これか。焼きリンゴやわ、これ。まあ、いっか。あ、落ちてる、落ちてる。え？結構な威力あったのね、それ。ね、すごいなんかボコフリンガッツポーズ。やべえ、リトライする。また塔から？また塔からかい。どこやったっけ？ん？違うぞ。あっこに見えとるあの青い印も気になったんやけどさ、あれは何？お、あれあれ。あ、あれはクリア済みのやつか。なるほどね。どこやろ、あれ。よくわからんけど、とりあえずまあ、クリア済みということはわかった。んで、私が目指しよった祠はあれか。よし、飛び立とう。次こそ。
もうちょっと近くまで行けんもんかな。無理か。あっこが限界かな。だいぶ暗くなってきたな。しかもまた雨降ってきたし。ボコブリン、かっこ骨が出てきそう。これ、フィールドにさ、近づかんかったら敵がおるかどうかよくわからんねよね。私、あの遠くからでも、ちゃんと見えとんかと思いよってけんさ。なにこれ。え、なにこれ。ね、キラキラしよるよ、キラキラ。なんでもないんかな。拾えんね。キラキラしよるけん、なんかアイテムかと思ったんやけど、違うっぽい。あ、この辺なんか。何これ。マックストリュフ。かなり貴重なキノコの一種。土の中で育ち強い香りがある。料理に使うとハートが限界を超えて回復する。お、まだあるもしかして。イエーイ。なんか、この中に閉じ込められそうで怖いね。なんかさ、ガサ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 音鳴りよったらさ、若干怖くない？あ、しかもさ、なんかあの黒い岩？あれ何？あ、鳥か。なんかあの、岩ロックの頭上に黒い岩があって、それを叩くといいみたいなことをコメント欄に書いてる人おったけん、ああいう黒い岩あったらさ、なんかその岩動き出すんじゃないかと思ってさ、心配になるよね。お、またしても風車。ね、この風車ってどういう意味があるん？特にないんかな？別に取ることもできんしね。ほら。何かしら私的に村が近いですよっていう印かなって思ってたんやけど違うんかな。なんかここ。あ、さっきさ、向こうの方バツっていう印あったやん。こっち丸があるよ、丸。これなんか意味あるんかな。ただの遊び心だったりして。かもしれんけど。ね。この中で何かをしたら何かが起こる的な。なんもないんか。お、なんか久々の快晴。ああ、やっぱ天気がいいと気分がいいね。この辺の草は何も取れないの？なんか薬草代わりになったりとかさ。おお、ここは水、あれ何？あれ家じゃないの？なんか。ねえ。え？何あれ？よいしょ。なんかあれ、屋根の上にさ、馬の頭が。何ここ人いるのもしや。ね、確実になんか人工的な。ここまだ目的地じゃないもんね。あ、もうちょっとで目的地や。高原の馬宿。もっと早く。いや、旅の人かな。この草原には馬がたくさんいるだろう。うん、さっき逃げられたけど。僕はここで馬と共に生まれ育ったんだ。だから馬術には自信がある。馬術の腕を競うのにぴったりな競技があってね。その競技で僕に勝てる人はそうはいないよ。どうだい？僕の記録に挑戦してみないか？じゃあ説明をちょっとお願い。馬に乗って行う障害物競争さ。10個ある障害物を全て飛び越えてゴールまで行く時間を競うんだ。この競技には高い乗馬技術が必要でね。馬術の腕を磨くにはぴったりなのさ。この競技の難しいところはね、早く走るだけじゃダメなところなのさ。障害物を飛ぶには、ゆっくり走って、馬を正確にコントロールすることが重要なんだ。いい記録を出したら、僕の自慢の馬装備をあげるよ。馬装備？どうだい？挑戦してみるかい？じゃあ挑戦してみる。挑戦したかったら、まずは馬に乗ってこないとね。準備が整ったら、馬に乗って話しかけてくれよ。あ、貸してくれるわけじゃないのね。なるほど。なるほど。お売りしまーす。あ、すげえ、なんかこじんまりしとってかわいい。カブトムシやし、後ろなんか。ここは？ようこそ。ここは馬の管理や宿泊ができる馬宿でございます。あ、宿泊もできるんやね。おや、こちらのご利用は初めてですね。馬宿のシステムは熟知されてますか？教えて。それでは僭越ながら説明させていただきます。ここでは、あなたの所有する馬を預かったり、連れ出したりすることができます。また、旅の道中、野生馬を見たかと思いますが、その野生馬を捕まえて、ここにお連れください。野生馬をここに連れてきて登録すれば、自分の馬、つまり所有馬にすることができます。おー。お一人が所有できる馬の数は最大5頭まで。
もちろん気に入った馬を入れ替えれます。野生馬を捕まえる方法をお聞きになりたいですか？聞きたい。うん。聞きたいけど、私今まで乗ったことあるけどね。それでは僭越ながら説明させていただきます。野生馬を捕まえるには、背後からゆっくり気づかれないように近づいて飛び乗るだけです。中には暴れ馬などがいるので、暴れたらすかさずなだめてください。そのうちおとなしくなるので、そうなったらここまで連れてきてください。うん、ただし、野生馬というだけあって、すぐに人にはなれませんので、勝手に方向を変えたり、スピードを落としたりと結構気を使いますよ。違う方向に進み出したら、こちらだよと優しく指示してからなだめてあげてください。そうやって馬と交流していくことで、自然と懐いて言うことを聞くようになりますからね。うん、私から教えられることは以上です。それでは改めて。ようこそ、ここは馬江戸です。野生馬を捕まえてきたのであれば、その馬を登録することができますよ。もしお泊まりを希望の際は、店内のカウンターの方にお回りください。さあ、ご用は何でしょうか？さようなら。はい。それではまたのご利用お待ちしています。めっちゃ前鏡になっとるやん、この人。あ、ヤギもおる、ヤギも。おう、この子たちは人に慣れてるの？近寄っても別に逃げないのね。なにこれ？あ、犬。なるほど。羊とかを追う犬かな？旅の方ね、ようこそ馬屋で。ゆっくりしていてね。もし馬をお持ちでしたら、馬の装備や縦紙の変更をしてあげますわ。あ、縦紙とか変えれるんや。へえ。どうぞ、ここに相棒を連れてきてくださいな。あれ？さっきさ、なんか、びっくりマーク出てなかった？あなた、ここに来るのは初めて？初めてです。そうかい。ここはね、良質な馬がたくさん育つ平原でね、昔は遊牧民が集まって栄えていたんだよ。けどね。なになに？うわ、ゴブリンたちいっぱいおるんやけど。ご覧の通り、馬に乗った荒くれ者たちがこの平原を占拠しちまってね。もしや、やっつけてこいと。あの荒くれ者たち、誰か追い払ってくれないかね。任せて、苦手だけど。ほんとかい、嬉しいね、頼んだよ。馬に乗った荒くれ者。荒くれ者っていうか人間じゃねえけどね、あら。うわ、超走ってるんですけど。何あれ、動物いじめおるやん。うわー、最悪。ちょ、待って、手放した。いや、あれすげえ追いかけおるやん。どんだけなん。ひどいひどい。ちょっと止まってくれないかな。ほら、超追い回しおる。かわいそすぎる。よし。おい、こら、気づけや。気づけや。無視すんなし。私の存在を無視すんなし。うわ、いっぱいおる。1、2、3、4、5。5匹も。1匹ずつやっつけていくのが無難やと思うんやけど。ねえねえねえ。あ。そこの1匹？おい、誰か気づけよ。一人ずつ気づいてくれたら一番いいんやけど。うわ、大量に気づいたー。助けてーここに文字が出る範囲に入ってきたらとりあえず大丈夫。でもあれかな、一応死んでも馬宿に戻されるんかな。来い来い。そう、一匹だけならなんとか。ほらほらほら、だって馬から落ちたらただのボコブリンだから。はあ、よし、いろいろアイテムもゲット。さあ、まずは一匹撃破。え、なになになに、人？え、人がやられてるんですけど。マジかよ。それはちょっと黙っちゃおけないでしょう。槍が壊れそうです。よし、次。
次は鉄のハンマー。でもこれ多分重いよね。しかもリーチが短いっていうね。武器を拾いに行ったし、なんかすげえ威嚇された今。トゲボコ槍、鋭い動物の骨を装道として使ったボコブリンの槍。金属の穂先を持つ槍より軽量で見かけより扱いやすい。なるほど、じゃあそっちに変えようかな。あとちょっと回復がしたいです。獣肉、その辺にいっぱい動物おるもんね。動物、さっきからかわいそうとか言いながら動物捕まえる気満々。よし、なんだなんだ、味方がここにいるんだぞ。撃ってくんなし。ねえ、あれ人が、あれだね、モンスターが他の人を襲ってるところが見るとこあるんだね。見るとこ、見ることあるんやね。あ、ごめんね、ごめんね。集落の方に、あ、ごめんごめん、立ち上がって。大丈夫よ、もう。とりあえず何、3匹撃破したのか。トゲボコ弓、動物の骨をくくりつけて強化されたボコ弓。乱暴な作りではあるが、軽くて扱いやすい。耐久性が増しており、射撃の威力も上がった。あの、そこの人。そこの人。ねえ、ちょっと。ねってば。なぜか魔物に襲われがちな私。前田の近くって魔物が多いんですよね。怖いので一気に駆け抜けることにします。地図によると、大丈夫かい君。地図によるととか言ってる場合じゃないよ。なんかこの辺キラキラ。あ、矢が落ちたんか。あ、まだいる、まだいる。矢も拾って補充しとこ。てや。よし。槍だとね、あ、壊れたんか。槍だとね、リーチが長いけんいいよね。リザルブーメランでも使おうか。へいへいへい。そして槍を取る。さあ、お前の武器はもうない。やったね、チャレンジ成功。すごくない？もうあの人は何？草原は渡り終わったかい？目的地がどこかは知らないけど、たどり着くといいね、無事に。いなくなったわ。あの人いなくなった。この辺にもいっぱい。よし。かわいい馬がいいな。でもさっきの黒い馬もかっこよかったかな。あ、矢が。矢もいっぱい補充しとかんとね。じゃ、とりあえずこの子連れて行こう。あー、待って、暴れないで。ほう。ほうほう。ほう。おとなしくおとなしく。あー、危ない危ない。危ないよ。ほうほうほう。てちょっと待ってね。この辺のなんか鍋の蓋か。これは木のお玉。スープをすくったり炒め物で使われる料理道具。硬い木を削り出して作られているので、これで叩かれると結構痛い。武器になるの、まさかのお玉。すげえやん、なんか最強のおばちゃんになれそう。あ、ね、クリアしたよ。あなた、あの荒くれ者たちを追い払ってくれたのかい？これはせめてものお礼だよ。おお、ガッツ人参。ありがとう。馬にあげると喜ぶのよ。大好物なんだよ。いやー、私の回復に使うかな。なんかこの上にない？気のせいか。あ、なんか落ちとる。ちょ、待って待って。なんか落ちとる、なんか落ちとる。おお、人参。やったね。馬のものかもしれないけど。てか、きっと馬のものだけど。あ、ちょっと君。ちょっと君行かないで。ねえねえ、これ登録する。話す。話せねえけど。あ、ZL？ これ？あ、これで話せるんね。よしよし。うん、登録して。捕まえてきたよ。この子を。登録。
かしこまりました。登録される馬はこちらになります。ご確認ください。新しい馬。丈夫さが低いな。スピードは速い。頑張り。せっかくおとなしいの暴れてたけど。懐き具合マックスやん。何早速懐いてるし、どんだけ。ありがとうございます。それでは馬の図保全活動と馬宿オリジナルの蔵と多数の代金を含めまして、登録料20ルピーいただきますが、よろしいですか？うお、お金取られるのか。いいけど、いいけど。ありがとうございます。確かに料金を頂戴いたしました。それでは自分の所有馬の証として、馬の名前をお決めください。おお、名前がいるんやね。あれやん、エポナでいいことない。間違えた、こっち。エポナー。ポ、ポ、ポ。あ、違う、これじゃない。こっちか。はい、エポナ。これで、オッケー。エポナでよろしいですね。オッケーです。登録を受けたまわりました。そのまま連れて行かれますか？連れて行く。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ああ、そういえば、離れたところにいる所有馬を呼ぶときは、口笛で呼ぶ馬飛んできてくれますよ。あ、十字キーの下かな？いやね。口笛を吹く。口笛を吹くことで馬などを呼び寄せる。どこでも。これでどこでもや。ただ、あまり離れてると馬には聞こえませんので、ご注意くださいね。聞こえんのやないかい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。